はい、境内に入りました。こちらに花園がありますね。ここには紫陽花が咲いてますが、こちらの住職さんは紫陽花があまりお好きでないというふうにおっしゃってまして、梅と水仙が好きであるということで、まあ、梅と水仙がこの花の特徴ですね。しっかり持っていきますね。これは全部梅ですが、ね、今日は梅雨の晴れ間なんで、さんさんと太陽が照りつけて、なかなかいい感じです。この前は、2ヶ月ぐらい前に来ましたが、昨日まで、その昨日までね、本当に草が満ち溢れてますね。一挙に、紫陽花が少ないといっても、ね、結構今も紫陽花が盛りですからね。これは高いですね。光がさんさんと当たった日の梅の、梅林の中はすっかり死んだことになった。やはりここ、瑞泉寺は、一番離れてるんでね、鎌倉中心部から一番離れてるんで、素晴らしいことなんだけど、あそこまでやってくる人が少ないということでね。で、この景観と静寂さが楽しめますね。紫陽花がこんなにもね、本当に。この散歩道でびっしりだけどね。そしてこの逆光までいいんだね。わずかしかないで。確かに油があるな。やはり瑞泉寺の場合も6月は紫陽花寺となります。まあ、秋はね、この、もみじの紅葉がこうまた素晴らしいですよね。梅の葉も紅葉して美しいですからね。ここもリビースがしっかりなっからね、これはなかなかリビースがここの ここは本当に庁舎がいっぱい本当にね。庭の長所は全然ないよね。ここは長所が本当にね。逆光がいいんだ。逆光しっかりと。
方の斜面には竹がしっかり入ってますね。それでここから、ああいい感じになったな。ここからが石段があって、本堂の方に行きましたが、ここがいいんだね。この光景がもう一番嬉しい。